トビ<ズ>ウクライナ政府は5日、2022年の GDP ・国内総生産が前の年と比べ30.4%減ったと発表しましたロシアの侵攻で社会や経済活動が大きな打撃を受けソ連崩壊に伴う1991年の独立以来最大の落ち込みになったとロイター通信が報じましたウクライナは世界有数の穀物生産国で ロシアによる国会封鎖で小麦などの輸出が停滞しました。ロシアのインフラ攻撃により大規模な停電が起きた影響も出ました。